県内で田植えが始まる中、大和町の船形山神社では、今年の豊作を願う祭り、梵天祓いが行われました。五穀豊穣の神様が祀られている船形山神社では、毎年田植えの時期に御神体の菩薩立像を開帳する例祭が行われ、その後、青竹に紙しでをつけた梵天を奪い合います。1996年に県の無形民俗文化財に指定された梵天祓い。老朽化による本殿の建て替えを行っていて、今年は来月完成予定の新しい本殿の前で行われました。農家なのであんまり暑すぎずにお米が取れればいいかなと思って。宮司がおよそ2メートルの梵天を放り投げると氏子が競って奪い合いました。2番目の梵天を獲得しましたのでね、感無量で、ありました、はい、もう自分の梵天にもうすがりついて、すがりついて取ったということが一番の喜びでもございました。日本の伝統行事としてこういうのは残っててほしいなと思って毎年来てます。手に入れた梵天を小さく割って田んぼに立てると水に恵まれ豊作になるということです。